皆さんこんにちは。こんにちは。Good afternoon, everyone. では今日日曜日の英語午後の英語礼拝を始めたいと思います。So we'd like to start our Sunday afternoon English service now. まず最初にお祈りさせていただきたいと思います。I'd like to pray first.祈られます私たちのお父様、Our Father who is in heaven, 今日この一日を感謝いたします。 We thank you for this day. あなたが私たちをここに集められ、そしてあなたの御言葉、あなたの愛を私たちに与えて、今日も与えてくださることを感謝いたします。 And thank you for gathering us and pouring your love to us. そしてこの英語礼拝を通じて、あなたの御言葉、あなたのご意志が私たちに、伝えられますことをありがとうございます。どうかこの英語礼拝を最後までお守りお導きください。 So we ask that you will lead this service from the beginning to the end. このことイエス・キリストの名にお祈り申し上げます。 We pray this in Jesus' name. アーメン。 アーメン。歌を歌って始めたいと思います。 We'd like to start this service with singing, praising to the Lord.Yeah.
あなたがここに、今日私たちをお招きくださり、あなたがご臨在くださったことを身をもって、受け取ることを感謝いたします。 Thank you so much that with all the, our senses that we know that you are with us and you are abiding in this place right now。 あなたが、与えてくださったこの一瞬一瞬を私たちはあなたのその愛によって、あなたの許しによって、そしてあなたの力によって生きることができています。私たちはあなたを知る前は一人で歩むことができませんでした。そしてあなたを知ることによって私たちは、自分自身を歩み、そしてあなたの御言葉を受けながら、それによって歩むことができています。あなたが私たちを作ってくださったことを感謝いたします。 And thank you for creating us. そして私たちに時間を一時一時を与えてくださり、そして、あなたの愛を感じることができますことを感謝いたします。 And thank you for giving us time and all the moments that, to live, knowing that you love us so much. 私たちは、あなたがいなければ迷えることしか知りません。それをあなたは私たちを救ってくださり、そして私たちに、愛を、そして生きる道を与えてくださいました。ここに私たち兄弟姉妹が集い、そして、このインターネットを通して、兄弟姉妹たちがこの英語礼拝に参加できることを感謝いたします。過ぎる1週間と同じようにこれから始まるこの1週間も、どうか私たちの兄弟、私たち兄弟姉妹の、をお導きくださいますように感謝、お願いいたします。世界に行かれまして、行かれました兄弟姉妹たち、特にオーストラリアのブライアン兄弟、そしてカトリン姉妹、そしてフィリピンのニーパ姉妹、そしてそのご家族の皆さんの歩みをどうか強めてください。そしてその他の国々に行かれました兄弟姉妹たち、そしてこの盛岡に、おられます今日のこの英語礼拝に参加できなかった兄弟姉妹たちも、どうもどうか覚えてください。どことイエス・キリストの名によってお祈り申し上げます。アーメン。Thank you.
信者の方をお願いします。 I'd like to ask the first messenger to come and speak to us。 はい、準備を皆さん中野牧師さんお願いします。パスタ